四大毒蛇とは、インド及びその周辺地域において、最も恐れられている四種の毒蛇を挙げたものである。インドでは2010年代においても、四大毒蛇を中心としたヘビの交渉による死者数が年間5万人に上り、その大半はインドコブラの交渉となっている。詳細は、各項目を参照。インドには、危険な毒蛇が多いが、上の四種は、 毒が強く、人家近くや農地など人との関わりが深い地域に生息するため噛まれる被害が多いという特徴がある。彼らが捕食するネズミなどは人間の居住地域で繁殖しやすい。彼らは夜行性であり、多くの被害者は夜間に裸足で歩いて彼らを誤って踏みつけてしまい噛まれるに至る。アマガサヘビ カーペットバイパーは禁煙種が多く生息するため、それらも一緒に含まれていることが多い。なお、同じインド周辺に生息種毒が強いキングコブラは、四大毒蛇には含まれない。相対的に小さい種である四大毒蛇と比べて、キングコブラははるかに多くの毒を注入するが、キングコブラは、比較的臆病な性質を持ち、 ジャングルの奥に住むため人間との接触が少ない。またキングコブラが捕食するのは他の蛇などの爬虫類だけで、ネズミは飼育環境下など特殊な状況でない限り基本的に捕食しない。インドでは四大毒蛇のために作られた血清が開発されている。これは広く用いられており、四大毒蛇のどれに噛まれてもこの血清で治療が可能である。ありがとうございます。